ギオーム・ド・ノ・ガレ、ギオーム・ド・ノ・ガレは、フランス王国家平朝の国王フィリップ4世の政治顧問。放送家、オートイコール・ガロンヌ・ケンサン・フェリックス・ロラゲ出身。彼の性的によると、異端として処刑された人物の孫という、トゥールーズ大学の法学教授を経て、1295年に、時のフランス王フィリップ4世への政治顧問となる。フィリップ4世の信頼は厚く、その参謀として、 常に暗躍した。当時のローマ教皇ボニファティウス8世とフィリップ4世の対立が明らかとなり、1302年2月11日には、ボニファティウスから出たと称する偽の直書、をパリ市民の前で焼却する行為を大法官のピエール・フロートと共に主導している。その年には、フロートの後継として大法官に昇進し、1303年9月、 ボニファティウスを紛失させたアナーニ事件、1306年の直令によるフランスからのユダヤ人、追放、1307年のテンプル騎士団の解散、およびその財産の没収、1309年にローマ教皇をフランス南部のアビニョンに移転させるなどのフィリップ4世の政策に関与した。アナーニ事件の際には国王から土地と金銭を賜っている。しかし、 アナーニ事件の翌年、ボニファティウスの公認ベネディクトゥス11世に事件の首謀者とみなされて破門されてしまう。逃れは破門を解いてもらうように嘆願したが、1313 13年にパリで没した。ジュール・ミシュレ、フランス史、中世、3論奏者、2017年、P41。ジュール・ミシュレ、フランス史、中世、3論奏者、2017年、 P68 ありがとうございます。